すいません、皆さん、見えますか見えますかやっとだ見えますか声聞こえますか見えたよかったすいません、なんか今ずっとライブ開始、配信ボタンを押してからずっとぐるぐるなっちゃってて私のネット通販じゃなくて通信が ちょっと悪かったのですみません暗い画面が続いてしまったかと思いますが今見えてると思うので良 <laughs> かったですゆっくりしたすみません初見です小倉さんこんにちはえっと akb 48の中級危研究生奥本かえと申しますうん <laughs> 通販言い間違えちゃった <laughs> 3回目の個人配信なんですけど一番最初と比べて、まあ、これ多分ちょっと前も言ったんですけどより冷静にというか落ち着いてお話しできると思うのでもっと今日はいっぱいお話ししたいなって思うしあとはコメントの読み方もすごくちょっと分かってきたのでタイムラインってところでちょっと読んでます。 あ、おにぎりがたくさんだ。ありがとうございます。かりんちゃんのシーム風の動画めっちゃ可愛かった。ありがとうございます。そう。そうなんですよ。私、そう、そうなんですよ。なんか。多分その。アウトオブフォーティエトさんの取材でも。おこう、変えさせていただいたんですけど、もともと。 演技をするお仕事に憧れていたので13という形でなのでなんかそう CM とかもすごく憧れててだからその AKB48 さんに加入する前までは、まあ、個人的になんですけどそのなんか例えば今回載せたアクエリアスを飲みながらっていうなんか飲む CM とかあるじゃないですかをちょっとなんか個人的に撮ったりしてました。 動画つなげてて編集してでもあれは読み読みって出したことがないので今回が初めてです。で実はやっぱああいうのが好きだったのでいくつか撮ってるのでまた皆さんに見ていただけたら嬉しいなって思います。なんか今日 いいつも着着ななような服着ててレースのフッ言いますかこれがちょっと今日着てみようと思ってなんかお茶とかだるまさんとかいっぱいくれる方がいて今までちょっとよくわからなくて反応できてなかったんですけど。 今もいっぱいあってすごくありがとうございますほんとにかえりちゃん名前呼んでくださいナナのおおじさんンおにぎりだあそうだおにぎりで今思ったんですけど皆さんはおにぎりの具で何が一番好きですかあっちょっと。 県のガタさんツナマヨ私と同じだ私もツナマヨが好きなんですよただここでビッグニュースというかあビッグニュースじゃないななんかきこれを大体言う人は驚くんですけどツナマヨが好きなのに私はマヨネーズが嫌いなんです <laughs> なんかこれを気持ちは分かっていただける方いますかねマヨネーズ自体はなんだろうマイルドな風味なのに 酸味があるっていうこの流れこのなんか味が私のンンパンありがとうございます <laughs> なんかそのマイルドなのに酸っぱいっていうのが個人的にああちょっと苦手だなっていう思ってしまうところですでもツナマヨとたこ焼きとかにかけるマヨネーズはなぜか全然食べれます イクラあーイクラもう美味しいんですよでも私はいくら食べる時はもうほんと今後このお茶碗んにお墓参のせてねいくらをなんか醤油漬けのいくらがスーパーとかいろんな高いとこでもいろいろ売ってたりすると思うんですけどそこでもうとにかく食べますシンプルオブザベストです明太子そらさん明太子が好きなんですね。 明太子のおにぎりはあんま食べたことないです今度食べてみようかな鮭おーちゃんさんは鮭で月影さんは明太子で長崎県民さんかっこアイリスさんは鮭が好き鮭多いですね鮭でも今日のお昼ご飯に鮭おにぎりと味噌汁食べました名前は好きって言ったんですけど具材が鮭でした 作ってもらって馬息子18センチさんはフォアグラはおしゃれですねおしゃれおしゃんてぃきのこずゆさん昆布あ昆布昆布昆布, <laughs> 昆布も美味しいんですよなんかいろんな昆布があったと思うんですけどなんだっけななんか塩昆布っていうやつとなんか甘い昆布があって 私は甘い昆布の方が好きですお弁当とかにもよく入れてもらってましたたらこたらこ、あ、なんか一応違いについては理解できてるんですけどたらこと明太子の差ってなんだろうっていつもふと考えてしまうしまいますすごい今日はなんかパンとおにぎりのスタンプ がいっぱい送られてる。すごく嬉しい。あ、カニノジュンタロウさん。カイちゃん、梅干し苦手そう。それがですね、意外と食べれます。いけます。好きです。ただ、梅干し単体っていうよりかは、絶対白米とか 他のものもは必須でちみつ漬けの明太子じゃないはちみつ漬けの梅干しとかはの方が私は食べやすくて好きです。あとなんかおかゆとかに梅干し潰して食べたりする食べ方があると思います。私それがすごく好きです。 昆布のおにぎりよく食べます。桜もきさん。昆布も美味しいですよね。あ、おにぎりがまたきた。あずみやさん、かわい,い。いあ,ありがとうございます。<laughs> おうちゃんさん、辛いの大丈夫。私は辛いのが本当に好きです。なんか。よく。かゆう。 よく周りの人からは辛いのが苦手そうって言われることが多いんですけど結構好きですなんかキムチとかも全然キムチはみんいけるいけるかなんかなんて言うんだろうあなんかインスタント麺とかで辛ラーメンっていうの皆さんご存知ですかすごく辛いっていうかまあ辛いんですけどああいうのとかもあ辛いなと思いながらもなんか全然いけます でもあだからその辛いススパイスカレーとかも結構好きですでもよくなんか辛,辛いもの食べるチャレンジみたいな番組があったと思うんですけど何かで見たんですけどテレビでその時に食べるハバネロとかそれ以上の何か人が苦しむレベルの辛さは私多分そこまでのなんかではないです。 トッポギとかかはご存知ですか韓国料理で辛い,の辛いのがあるんですけどああいうのは好きです辛い単体よりも甘辛っていうのが本当に多分今一番好きな味がそれですなんか酸っぱい甘いとか苦い甘いとかあると思うんですけど甘辛が本当にもう好きすぎて飽きないですね しんのすけさん配信がれてないのが可愛い。配信は頑張ってなります。ポンポン。なんかコメント読んでるときにちょっと時差っていうんですかね。今読んでるコメントと新しく来たコメントがなんかずれちゃうときがあって、どうどうしたらいいでしょうか。 なんか皆さんのコメントできる限りいっぱいたくさん読みたいなと思ってるんですけど時差のラグかなずれてて読めてない方もいると思うんですけどそれは本当ごめんなさいあ,るあ聞いたことありますなんかクラスの <laughs> お友達とかがもうそのなんかタンメン好きって言ってて行くとかいう話を 耳にしたことがあります。私はまだ行ったことないんです。担々麺とか系ですかね。十秒ほど時差がある。あ、やっぱり時差あるか。すみません。一応今タイムラインってところで皆さんのコメントを拝見させていただいてます。 回を重ねるお茶さん、回を重ねるたびにコメント読みが上手くなってる。<laughs> ありがとうございます。なんか、毎回配信が終わる。たびに終えるたびに個人反省会というかを開いてあ、なんかファンの皆様のコメント読めてたかな？とかいうのを毎回ちょっと悩むというか考えてたので。少しずつでも慣れてるって思っていただけたら嬉しいです。 台湾ラーメン台湾ラーメン鍵の純太郎さん、それは何ですか豆醤寺炒めみたいなやつですかねタックさん、天下一品はあ、ラーメンのなんか有名なやつですよねラーメンは、ラーメンは食べたことないんですけどのコンビニで売ってるから揚げくんがあると思うんですけど それのなんかコラボで天下一品味みたいのは食べたことありますすごいこってりしてて食べるたびに食欲がそする味でしたお花見しましたかさとしさんお花見まだやってないですなんか小学 こ,こまでではお花見とかすすごくやってたんですけどいろんな方と最近はも,もうずっとやってなくて家からだったりなんか外を歩いて,て桜眺めるぐらいです春だなーぐらい唯一 <coughs> の自己紹介大好きちゃんさん目綺麗すぎありがとうございますカラコン使ったりしてますか 色からあ…カラコンはやってないんですけどあのメガネが、はい、ななんコンタクトレンズの強水バージョンみたいなあの要は色がついてないやつなんですけどなんかねいなんだろうカラコンではないですでも目は良くなるやつなのでそれはつけてるからちょっとなんかあれなのかな反射してるのかな。カラコン… 人生で一度もつけたことなくていつかつけてみたいなと思ってるんですけどちょっとまだ怖くてその薬局で買う矯正用のコンタクトレンズと比べてなんかそのつけるやつが大きかったのでちょっと怖いですスタユーさん好きなラーメンは私の好きなラーメンは 塩ラーメンのワンタンが入ってるやつですそこになんかたまに柚子が入ってたり入ってなかったりっていうもうもうそこらへんがすごく好きでよく食べますお <laughs> 美味しくて可愛いですよああ嬉しいありがとうございます <laughs> お、カップケーキが来たかわいいありがとうございます <laughs> あ、また時差がおいけいけカップケーキがタワーってやつですかねありがとうございますすいません、まだ全然覚えられてないんですけど 多分名前の読み方なんだろうこれかなあれあれだどれだううん、カラコンつけてないのにそんなにそんな目の色がケリアの羨ましいえー初めてそんな目を瞳眼球を褒められましたすごく今嬉しいですありがとうございます 目です <laughs> 嬉しいな今日の晩ご飯は何にしますかたたさん今日はねハンバーグかなハンバーグにチーズを乗っけるのがすごく好きですきなった公園さん桜のスイーツは何か食べましたか 桜か桜はなんだろうあちょっと前にあのスターバックスさんのフラペチーノでなんか「桜三色団子みたいなテーマの飲み物があってそれは飲みました特徴的なお味だったのですごく美味しかったです タワーをナーラブさん浜マさんが教えてくれたありがとうございます浜マさんそしてタワーを送ってくださったナーラブさんも本当にありがとうございますいますごい気づけなくて長,長崎県民さん眼球眼球眼球です 伊賀の藤丸さんこんばんはこんばんは見に来てくださってありがとうございますハンバーグいいですよねみんなハンバーグ好きなんだふみさんチーズハンバーグ美味しいよねわかります私そもそもわなんかまた来た 当たりって出てますなんだろうしみのすけさんが当たりを引いてくれましたありがとうございます合ってるかな <laughs> ちょっと難しいな シュルちゃんさんが「SP ギフト」ってところをタップするとギフトだけでも表示できるよああったあありがとうございますこれだシュルちゃんさんありがとうございますそしてはこんな送ってくださったのに全然気づけてなかったあごめんなさいあもうみんなありがとうございますならばさんとかしんのすけさんと,とか しゅのちゃんさんとかぽよよさんとかいっぱいいてありがとうございますじゃああれですねなんかちょくちょくコメントも読みながらなんかギフトを見るみたいな感じなのかな <laughs> <laughs> ゆまさんこんばんは「遅い時間です」が来てくれてありがとうございますひでのりさんが「お話し会が近づいてきてガーリちゃんと話すのが楽しみです」 うわ嬉しい私もその私のお話し会を申し込んでくださった方とか,なんか会いに来てくださる皆さんが本当に会うのがもう待ち遠しいです日々なんか朝起きてあ皆さんとお話しできるのいつ早く来ないかなって思ってます楽しみ仙台のツアー当たったよを仙台でお会いしましょう サイさんお気に入りのギタターーエフェクターがあればい。あ、そうだギターのお話をちょっとまたさせていただきたいんですけど私はそうです、ね、高校からギター始めて趣味というか好きだなってずっとやってるぐらいでまだ全然詳しくなれてないのでその今おっしゃってくださったエフェクターとかも存在自体は分かるんですけどまだ実は買ったことがなくて。 なのでなんかおすすめのものとかがあれば逆にその知識をご存知の方がいたら教えていただきたいです私はなんかそのひ音を歪ませるのが好きです結構メタルとかガガガ,ガって言るのが好きなのでそういうエフェクターとかあるのかな関根さんギフトをタイムラインでも終えるよ、はああれあらまそうなんですかありがとうございます あ、もうみんなを教えてくれる。嬉しい。ありがとうございます。だからもう次を、ま、次配信やるときは。もっともっと成長して。いきたいです。ゆうまさん、まとめ髪もいいね。ポニーテールです。私、基本ポニーテールでいることが多いです。プライベートでは。あの、お仕事では。なんか、指定の髪型というか。ロングなので。 見かけなしの。ぜひプライベートの。ポニテ帰りを。もっと見ていただきたい。です。小次郎さん早く会いたい。私も皆さんと早く会いたいです。でもそう思っていただける。だけでも本当にすごく嬉しいから。元気の源です。<laughs> 元気の源。 みんなお話し会楽しみとか嬉しいオンラインもあオンラインですが申し込みましたオンラインとかでも何でもなんか私とお話ししたいって思ってくれるのもすごく嬉しいし今こうして配信に来てくださってるのもすごく嬉しいです <laughs> 初見さんモッチーさんドラさんしか勝たんさん。<laughs> 読み方っていうかなこんばんはドラッピーさん初めまして初めまして重機器研究生のあ AKB48 重機器研究生の帰りごと小本帰りです帰りはカタカナです長崎県民さんしばらくはイベントとか行けなくてごめんよいやもう全然です来れる時に皆さん来ていただけたりとか 無理もしないでください。ゆうまさん、おすすめのメタルも教えてください。私は確か前前回お話しさせていただいた。方角のメタルはマキシマム。ザホルモンさんの結構よく聞いてるのはブイキ。インスライブブブブブイキ返すってやつなんですけど、最近は？ 洋楽も一応見たら聞くんですけど名前なんて言うんだろうちょっと今度の配信で近頃またや,るやりますその時にちょっとメモって英語の読み方がわからないのでちょっとこう紙に書いて発表したいと思います今なんか思いついたのがなんだっけなシステムなんちゃらなんちゃら中なん,なんとか <laughs> 分かんないかなすいません なんじゃ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 最初じゃ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 始まった後にババ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  全然、ごめんなさいちょっと,ちょっと今全然あれでしたね、まあ、次回の配信でメタル方角の面でまだ触れてなかったのでそこでちゃんと名前もメモしてきて発表させてください小次郎さん V 行き返すそうですマキシマムザホルモンさんのブー行き返すってやつです 福地さん演技に興味があると聞いて応援したいと思いました。ありがとうございます。演技。そうですね。やりたいです。太陽 <coughs> さんお顔立ちが綺麗だね。ありがとうございます。嬉しいお言葉です。 ネモさんかいりちゃん十三顔かも十三顔かもありがとうございますなんかそのたびたび十三顔といただけることがあってそれも本当にすごく嬉しいですお上品な顔をしてる小次郎さんありがとうございますお上品<笑><笑> ゆうまさん調べ,てた調べてたら「チョップスウェイ」スウとかが出てきたそれそれだそれです私がもう最近洋楽のメタルで聞いてるのはその「チョップスウェイ」かなこの「チョップチョップさん」を聞いてますぜひ朝とかに聞いて目を覚ましてますぜひ聞いてみてくださいあっちゃんさんはじめましてはじめまして AKB ホテルと十九期研究生のカイリと久保田楓です。よろしくお願いします。来てくれてありがとうございます。根本さん、正統派美人ですね。<laughs> しょ正統派美人ですね。う、え、ん、ー、正統派、嬉しい。なんか美人とか、またもうすごく嬉しいです。 宮さ,宮さんマサさん NHK の朝ドラを目指そうぜひ出たいです出るためにもっともっと頑張りますヒデドリさん今日からカーリちゃんのファンになりました <laughs> <laughs> ありがとうございますよろしくお願いします握手 カニの潤太郎さんカーリーちゃん血液型大型なんだね大型です関根さん お,せお披露目の時に一番楽ししそううにやってるなとと思いいままたありがとうございますもうちょっと緊張に弱いのででも絶対楽しみたいしなんかその楽しいこの気持ちをファンの皆さんとなんかこう訳ありっというかキラキラしたいなって思ったので絶対になんかその真顔でガッチガチになって終わるのは良くないなって思ってたのでとにかくもう。 楽しもうって思いまくってたから終始ちょっとニコニコだったんじゃないかなって思います <laughs> サイさん憧れとか好きな役者さんはいますかそうですねやっぱ憧れている方は川由里奈さんでこれもこれは 前回お話しさせていただいたんですけどもともとは女優さんをやりたかったっていうのがあったのでその頃は3年 A 組宇佐美かほ役で川谷里奈さんが出演されるたさんだったっていうつながりでなのでもういろんな方面から見て憧れてます憧れそして好きな役者さんなんですけどもうこれはたくさんいますただ最近は ロシカワ愛さんとか桜田ひよりさんとかあとあの土屋太鳳さんも好きです「重ね」っていう映画が一番好きなのでぜひそこに出演されているのでご興味があれば見てみてください志の輔さん「アラームにメタル」 あそのなんかアラームに音楽をなぜか,かつけられなくてだからなんだろうセルフアラームみたいな普通のアラームつけて「はっ」て起きた後にアラームなんだろうアラームはアラームなんですけど起きたあとになんかイヤホンさして音楽聞いて「すん」みたいな普通になんか朝に音楽かけるだけです。 まっちゃんさん将来朝ドラ主演目指しましょう頑張ります絶対出れるよ応援してるよありがとうございますもう本当頑張るしもし仮に、まあ、絶対出たいんですけど主演主演なんかその出演が決まったらぜひ皆さん見てくださいね頑張って頑張ります さん髪型どんな今日はポニーテールです高めの私普段こういうポニーテールです見ますかあとはこの前昨日の夜頃にそのシジュウム風の自分で撮った何だっけな 動画があってそれはポニーテールだったんですけどポニーテールを褒めていただけたのですごく嬉しかったしだからちょっと他の配信でもポニーテール会議になろうかなって思いますスキゾウさん言い続ければ出れるよあもう言っちゃおうずっとドラ,マドラマ出たいです おうちゃんさんかりんちゃん笑いのツボは浅い, <laughs> 浅,い浅いのかな,どうなんか自分のことをあまり分からなくて例えば真面目とか前回の配信でも聞かれたんですけど笑いのツボが浅いもどうかも分かんないどうなんだろう。笑っちゃうかもです。あじゃあ浅いかも あサイですメ,メキシカンサンタさんお話し書いりましたのでよろしくお願いいたしますありがとうございますこちらこそよろしくお願いしますまっちゃんさんもうすでに見た目が朝ドラ女優だようんまたまた嬉しい嬉しいすぎる <laughs> 朝ドラ出てみたいですね なんか今度またドラマ風の動画はないんですけど CM 風の動画はちょっといくつかあるのでまた見ていただきたいです載せてみますなんなんほうてえたさん兄弟姉妹はいますかいます SO1226LEO さんこんばんはこんばんは来てくれてありがとうございます哲司さんごきげんようあらお商品ごきげんよう <laughs> おーちゃんさん自分も大型一緒だね大型ですねおー皆さん何型ですか サンタさん私もずっとギ,ギターやってますのでオンラインお話し会の時見せますね見せます、はあう嬉しいちょっとなんか是非知識を教えてください嬉しいなスタイ優さん熊と風船のなんかなんかだありがとうございます まままんさんまたまたコメントありがとうございます生で見てたけどめっちゃ楽しそうだったし歌もうまかったよありがとうございますもうもう本当うしいなそうなんか特技ほどではないんですけど歌うことが好きで好きですだから多分音楽が好きっていうのとつながって。 いろんな音楽歌ってみたりとかですねメタルは歌いませんでもあそうだカラオケちょっとできなかったから今ちょっとこれを機にもう一回話したいんですけど多分夜遊びさんとかはよく歌わせていただきますだけで終わった気がするんですけどその多分パプラメで何回か書かせていただいたんですけど。 自分すごく90年代の歌が好きなのでその平成だったりなんか相川七瀬さんとかあと小泉京香さんとかここら辺の曲も好きで歌を歌います家で。 司会爺さんこんばんは、こんばんは。ありがとうございます。<laughs> すみません。目が痛い。パンダマンさん、パンダマンさん、帰りって本名本名です。そうなんか帰りっていう名前を数名の方が本名かって聞いていただくことが多いんですけど、本名なんです。 カカタカナなんですすけど本名ですあそうだこの前意味を言ったと思うんですけどその「海を測る」日帰「一回り二回りの意味で」ってじゃあなぜカタカナなのかが分からなかったのでちょっとご両親に聞いたんですけどその答えは <laughs> が実数というかが少なくて書きやすいからだそうです。 まあでも書きやすい方がありがたいですよねテストの時とかパパパパパパパ小十郎さんあれループしてるあループしてますかなんかでも今ちょっとタイムライン で、コメントを読ませていただいているんですけど。いつの間にか。下らへんになってて。バーという、バー、バーみたいのが。グーって、今上に上げてやっと。最新の。コメントを読めました。ヒロさん、こんばんは。こんばんは。流れ星がいっぱい、ありがとうございます。 かごさんお疲れ様ですお疲れ様です来てくれてありがとうございますビビルピループしてないの大丈夫ああ良かったです古めのコメント読んでたので多分そうですちょっとなんかずらしながら今やってみてるのでそれの多分それが原因で一番上のコメント読めてなかったんじゃないか モギギンさん、パンうわパンをくれたありがとうございますパン派なのでおにぎりも好きだけど今日の朝はパンを食べました丸岡ゆうきさん最近メールを返信できなくて申し訳ないいえいえ、その読んでいただけるだけでも嬉しいですまあ、時間があるときに返信してくだされたら嬉しいですでも無理はしないでください、本当に 長崎県民さん、最初はグルグルしてたけど、あとは大丈夫。すみません、なんかずっと私もフリーズしちゃっててグルグルって、今はこうしてお話できてるので、グー。おうちゃんさん、かいちゃん、二十時十五分までだよね。今十二分。 でコメントを見たけど、今は十三分です。なんと。あらまあ。今日四十五分で。やりましたね。あ、あと二分しかない。絶対言いたこ、言いたかったことがあって。そうだ。すみません。残り二分で話させていただくんですけど。その。前回プラ名にて、私は。次回予告をしてたと思うんです。そこで。祖母が。 知らずにゲーム縛り。プレイの件、かん、ん、手術なんですけど。二分しかない。あの、ちょっと簡潔に話しますと。祖母もすごく、本当にゲームが好きで。今七十代後半かな。ぐらいなんですけど。昔からゲームが好きで。エフエフだったりとか。モンハンとか、なんかどう、なんかそう、軽ゲームもやってたんです。それの事件で、私はすごく衝撃だったんですけど。もっと衝撃だった。 ことがありましてその例えばじゃあファイナルファンタジーとかで例えますけど、まあ、ゲームって基本レベルがあると思うんです。で武器もそのレベルに応じて最初の初期武器からどんどん強くなっていくと思うんですけどこれちょっと聞いた話なんですけどそのある日祖母のゲーム画面を覗いてというか見た時にレベルが99なんです。でも最高っていうか。 本当に高いですレベルがなのにじゃあどういう装備かっていうのを見たら初期初期武器のままっていうかその序盤のフル装備のままでその99まで来たっていうらしくて <laughs> だからでも本人は武器の変え方とかそういうのをやっぱ分かってなかったらしくてなのでとても。 なんかその衝撃的だした本当にちょっとそれを話を聞いた時つぶっちゃってだからあれですね最初に言った「本人は気づいてないからそういう縛りプレイみたいなやつなので本人祖母が知らずにゲーム縛りのゲーム縛りプレイの勘」って言ったんですけど私これの話を本当に <laughs> 言いたかったんです。<laughs> なんか本,本気づいいてないんですよ でなんかクリアできないってなってて「えなんで?」って見たらレベル99高っと思って装備序盤みたいなもうこんなの自分で縛りプレイしてる <laughs> ようなものだから面白いなって思っちゃいましたそうだしゅるちゃんさんナチュラルな縛りだったのねそうなんですもう面白いですよねしかもすごいよくそこまで来れたなえー、って思ったので。 その流ほんと見てたら面白そう <laughs> 長崎県民さんもしかしておばあちゃんジャッキー・チェンどうなんだろうちょっと今日おばあちゃんに「背景坊主」やってみてて聞いてみますシャさシャでも本場は見ますかこういうやつこういうやつ 私は私流の水拳はシャアシャアシャ違うな絶対これですお祖母様天然なんですよそうです天才ゲーマン <laughs> あらちょっとすみませんお時間がだいぶ遅れてしまいました初めてちょっと遅れてしまったすみませんほんとすみませんちょっとじゃあダンジョンじゃなくて 読みをさせていただきたいと思います面白いコメントさんがコメントさんいっぱいあるんですけど今度1時間とかもっと50分とかやってみようかなう,う,う,うではいきます13位えー、っとスロちゃんさんありがとうございます12位ふみさん ありがとうございます。十位は和也、鉢巻の人、ありがとうございます。<laughs> すみません。十位はめぐるさん、ありがとうございます。あ、九位はしんのすけさん、ありがとうございます。八位。は。スタリュさん、ありがとうございます。七位は。

三位は、来ました。<coughs> じゃん関根さんです。ありがとうございます。そして、二位は <coughs> <coughs> ビビベベさんです。水でちっ <laughs> ありがとうございます。ビビベベさん、ありがとうございます。<生>そして、最後 一位は、<laughs> バ,ーン,バーン、ナールブさんです。ありがとうございます。すみません、だいぶ初めてちょっと延長こんなにいっちゃった。すみません皆さん、ありがとうございます本当に。でそれでは、ちょっと時間があれなので二枚ほどスクショポーズをしたいと思います。 <laughs> とと二枚って言ったけどやっぱり水田ポーズやらせてください。さ <laughs> <ゃ>あ。<laughs> うん、えー、いやっぱ五分も延長しちゃった。すみません本当に。それでは卓球なんですけど最後つめつめで流れが。 慌ただしかったんですけど、最後まで見ていただき、皆さんありがとうございました。たら今度ね。また近頃。配信したいなと思うので、その時また時間をやしてやってみるので。やりたいなと思います。では、ちょっとありがとうございました。急ですみませんね。楽しかったです。本当なんか皆さんとお話しするのが楽しくてあっという間でした。 ありがとうございます。学校楽しんでね、楽しみます。明日から学校です。じゃあ、あじゃあ,あまだ話したい。かかります。どれだっけ？あれあれだ。<laughs> じゃあありがとうございました。バイバイ。